どうも皆さん、おはようございます。今回はこのポルシェ911ターボ S を借りまして、首都高速湾岸線を走っていこうと思います。この大黒パーキングエリアから辰巳第一パーキングエリアまでとします。このポルシェ911ターボ S は650馬力、800ニュートンメーターというものすごいパワーで走っていく、そんなモンスターマシンです。じゃあやってまいりましょう。よろしくね。ドライブモードはスポーツ、どうしようかな。スポーツにしよう。ちょっとキビキビ走りたい。首都高とポルシェって言うと湾岸ミッドナイト、湾岸ミッドナイトのブラックバードだ。桜木落としの達也ね。それなんだろう。切磋琢磨的な戦い。飛ばせるクイズじゃない。
結婚してみたい気持ちでやる人もいるのかな。
の犯人を追って、その犯人の車をベコベコにするっていう、そんなゲームです。なんか今で言うの、ニードフォースピードみたいな、そんなゲームなのかな。で、その敵車も高級なものばっかです。なんだったかな。ロータスとエスプリン、船かな、クンタッシュで、キュイチチで、それとなんだっけ、ゲーム会社のフェラーリ E88GTR、 それらも出てきます。なんか言い方悪くなって申し訳ないんですけど、高級車が一瞬にしてゴミになってしまうよ。ですね。でも今でもあるかな。ちょっとしたレトロゲーセンターに行けば、都内だと高田馬場のイカドか、イカドになるかどうか。けど実際どうなのか、ちょっと減ってる感じはあります。
ラップでガバッて切るので、カメラがググンと下がってしまうから、
いるのかな。今週もまた辰巳に来た。先週もまた辰巳に来てる。それもマクラーレン 750S で。さーってどこ止めようかな。そんなにね。M6。ヒューザー使うように気をつけないといけない。おー限界だな。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録、みんな待ってますよ。